続いての質問がこちら、はい、他の出演メンバーがどんな子か教えて。ああそうだよ、うん、教えてほしい。まあそれにね、あともう2日後になりますけども、はい、あのニコニコ超会議って幕張であるイベントには、はい、キュートのみんなも来てくれたりとかもしますね、はいはい、なんかこうハロプロ情報をねちょっと教えてもらって、はい、ちょっとどんな感じのみんながいるのかね、はいはい、その答えがこちら、飯窪は頭がいいので話すのが怖い。あれこれあのちなみですね、答えたの、あ、はい、ジミンさんじゃなくて、はい、あの平家ガニの方がガニが、ガニガニでくださいよ。なんでへ、なんかへから始まるの嫌だ、ガニお前ガニ全然なんか面倒くさくなってきて、ガニガニやだ。これからもう皆さん、あのアルプロメンバーとかあとガリンコーボーのファンの皆さんは、はい、ぜひ会場でコールする場合にガニ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 コールしやすいですね。でしょ？コールしやすい。過去にいろんな、まあいろんなね、まあこれまでもね、ここであのどんどん頭角を現して、あのまあ実際にコールがそうやって変わって、今それが当たり前になったアイドルも、あのパスポのメンバーにゴルゴってやつをつけてて、今やもうあのこの中に大人数の女の子が出てくるとみんな知らず知らずのうちに、俺ゴルゴいねえなって思うから。自然とゴルゴを探すようなすごいそれこそさっきのねガニじゃないけど黄色を見るとああゴルゴ元気にしてきたなって思うぐらいのシフトになるのでこれからもガニでじゃあガニ頑張りますガニすげえいやいいと思うよえちなみにじゃあ何話しづらいのなんかあの年下なんですよ、うん、で後輩なんですけどそうじゃんだってもう2つぐらい違うかはい人生の先輩だしハロプロの先輩でもあるんですけど押し付けが欲しいだなはい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 ですけど、うん、多分私よりも知識が多いんですよまあそうだよいやなんかだって話しててもすごいなんかね、はい、あのなんて言うんだろう勘がいいっていうかうんなんか答えたことをきちんと理解してくれてるなと思うわけうんなんかねこいつも全然そういうのないからなん仲間ですね私もガニですお前ガニですかってどういう意味俺もその答えに対してパニックなんだけどお前にとってどっからガニですか何基準でガニですかちょっとなんかも一緒になること多いじゃん、はい、ステージとかの、ね、ツアーとか、まあ、そういうイベントごとになるとやっぱりみんな集まって話すわけだし、はい、でもなんかそこで知識の差が出るのがすごい嫌でいやでも徳永さんは英語もタイ語もこう勉強なさってるから、はい、私は全然そういうの分かんないからえ私真面目なんですいや違う違う本当にタイ語と英語あと日本語ですそう今勉強中ね今一番楽しいタイ語と英語はいあのベリーズ工房タイで2回ほどライブやらせていただいて、はいはいはいそれでちょっと挨拶とかちょっとできるようにでコップンカー的なやつもうコップンカーはもう初級の初級ですよいや、まあ、それはまあじゃあちょっとなんかちょっとなんか披露してもらっていいですかリシャンチューエリーツコボーカーチャーコーン何点もこれ大丈夫これ通じてんですけどでも、うん、タイ語ほんとマンツーマンで習ったんですよあそうなんだ、はい、え今も習ってるってこと今も習ってます、でもなんかタイ行ったら全然通じなくて全然通じなくてで英語も同時進行で習ってるんですあ英語も習ってるんだへえすごいじゃんね、うん、そういういいところがあるのに今3カ国語喋れるんです私英語はどれぐらいのレベルなのはいナイスとミートI'm from Japan 怖いちょっと怯えてるからナイスナイスナイトミートゥーって言ってたほんといやいいよでも本気でやってるんです本気なんですよその本気が怖いその本気が何より怖い、はい、次